にちは、下川チャンネルです。ということで本日は下 vs 川でデュエマ対決していきたいと思います。ということでね、早速デッキの紹介なんですけれども、私下が使うのは、まあ私みたいな女性とか、あとですね、まあ初心者の方でも使いやすいデッキ、こちらジョーカーズのデッキでございます。はい、こんな感じとなっております。そして一方川さんは、はい、こちらは先日千オリパで当たりました赤黒ドルマゲドンですね。こちらのデッキを使って対戦していきたいと思います。では行きましょう。最初はグーじゃんけんほい。先行で膝もチャージしてエンドドローとマキシマもチャージしてジョ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 ーカーズということで4枚入れます。これを入れます。あ、こうです。いいよ、一番下に置いてエンド引きます。露天降臨チャージでエンド。では行きましょう。行きます。ちょこっとチャージして2マナ、やったるもエンド引きます。タイガニトロをチャージして3マナ、リロードチャージャーでジェットゾーンを伏せて1枚引きます。でチャージャーなんでマナにエンド。いい動き。ドロー、ヘルコプターチャージします。2マナ軽減で洗脳洗脳、そしてニアリーゲット出します。ではいきますよ、皆さんいきますよ、いいですか。せーの、1、2、3、 Thank you ということで3枚ともゲッチュします。そしてやったれマンでシールドに攻撃。はい、エンド引きます。タイガニトロをチャージして4マナ、タイガニトロ、はあ、でエンドの時にマナブ総合達成で1枚残して、今までのは何だったんですか。4枚も捨てることになりました。まあね、これらを捨てます。まあもったいないという意見もあると思いますが、エンドやめましたということで、では行きましょう。チャージと2マナ軽減ね、あ、1マナ軽減ね、2マナ、パーになる。そして自分の墓地からマナゾーンに置きます。エンドです。はい、引きます。タイガニトロちょっと邪魔なんだよな、困っちゃうな。次の電動発表はモンゴルチャージャーをチャージして5マナ、イーグルヒート、パワーアタックで山形が1枚捨てて1枚裏に誰を入れるのかな。デッドゾーンでイーグルヒートで攻撃。はい、エンドの時1枚残して捨ててください。はぁ、もう無理なんですけど。タイガニトロの効果でちょっと困っちゃうんですけどね。してます。では行きましょう。ドロー、ふむ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 、1マナ、やったレモン。そしてニアリゲット、1、2、3、 Thank you ということで、今2マナ軽減されているということで3マナ、消しカスでございます。ちょっと攻撃をしていきたいと思います。パーリナイでシールドに攻撃。シールドトリガー刻む、刻むマイナス1111で、で、洗脳とバトル、マイナス2000の状態で洗脳とバトル、そして洗脳が5枚が取れます。やったれマンでシールドに攻撃。はい、エンド引きます。1マナチャージで6マナ、レスキューゾンビデッドゾーンでスレイヤーででマイナス9000で、もうはい、どっちにせよイービルヒートでパーリナイの攻撃。はい、でパーリナイはグッバイ。レッドゾーンでやったれマンに攻撃。はい、エンドだね。あ、手札が2枚あるんですけど、タイガニトロの効果で1枚捨てなければなりません。ということでワンドロー、ゴールデンドジョニーをチャージします。4マナヘルコプター、そして2マナチャージします。で2マナドローですね。あ、2枚チャージしました。これです。ということなので、ではいきたいと思います。このやったれマンが1個あるので1マナ軽減ちょこっとハウスでございます。ということでやったれマンでシールドに攻撃。はい、エンド。いやー、困
まったな、もうすぐもうこっちの引きます。こんな怖いことになってしまう。2マナでドルタ1枚捨てて2ドロー。5マナでドルブロで、コマンドなんで外します。わーで、ドナンバーカーツ捨ててください。オーマイガット、困りましたね。とんでもないことですよ。デッドゾーンでトリプルブレイク。オーマイガイーディルヒートで攻撃。はい、ドロマゲドンで攻撃。参りました。ありがとうございました。ありがとうございます。では行きましょう。最初グッジャッ、はい、では行きましょう。パーリナイをチャージしてジョ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 ーカーズ4枚見ます。これを入れます。下に置いてエンド引きます。刻むチャージでエンド。では行きましょう。引きます。ジョーカーズチャージして2マナでやったレモン、そしてニアリーゲット。では皆さんいきますよ、せーの、ワン、ツー、スリー、エンド。センキューということで、ニアリーゲット来ましたです。ドルブルをチャージしてドルタブラックアウトを捨てて2ドロー、エンド。ではいきます。引いてヘルコプター入れて1マナ経験、2マナでパーリーなんで、そしてこれを置きます。で、2マナで洗脳洗脳、エンドでいきます。オリオビッカチャージで3マナリロードチャージャー、ドルーターを捨ててワンドローで、チャージャーなんでチャージしてエンド。ほい、ではいきます。と結婚してくれのイラストでマナが1枚多く見える確かにずるあざす。アクションマスクチャージして4マナヘリコプターを出します。で、4枚あるので1、2、3、4枚カードを引きます。1マナ軽減でチョコッとハウス、エンド。はい、引きます。タイガーニトロチャージして4マナタイガーニトロ、絶対出すと思った今で、エンドの時マナ武装5で手札1枚残して捨ててください。捨てました。くそー、困ったやん、困ったやんか。ということでいきたいと思います。1マナ軽減、4マナ消しカスを出します。で、この時にこっち5マナそして6枚ありますので、ジョジョジョマキシマムいきたいと思います。はい、11枚あるのでね、と思います。ということで、自分のですね、バトルゾーンにある自分のクリーチャーの数6枚あります。で、このターン自分のクリーチャー1体はこのその数のシールドを追加でブレイクできるということで、ヘリコプターにその効果を加えます。で、ヘリコプターで全部ブレイク。ずるい。でも、もう手札がないんですよ。はい、おっと、ということで参りました。攻撃やったー、勝ったぞー。はい、では行きましょう。最初はグッ、はい、まあこれね、はい、1勝1敗なんで、まあまエンド、次負けた方が編集しましょう。明日の編集を思った。1マナジョ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 ーカーズ、手札こちらです。これ入れます。入れて編集か、編集嫌いだからな。1マナチャージでエンド。ドロー、コプター入れて2マナやったレマンでエンドです。いきます。ブラックアウトをチャージして3マナリロードチャージャーでデッドゾーンを捨てて1枚ドロー、はい、でチャージしてエンド。とショーマスク入れます。1マナ軽減で1マナでやったレマンを出します。で、2マナ軽減で洗脳洗脳で、2マナ軽減で洗脳洗脳、エンドでいきます。いつタイガニトロ出せるか分からないですよね。
ブルーターチャージして、でまあ対岸ニュートロン出すと思った。お望み通りで、エンドで学ぶ総合でもう1枚しか残ってないんだよな。少年腐ってますね。やめてください。ドロー1マナでやったれマン出して3マナ軽減で2マナアクションマスクということで、アクションマスクが出たので対岸ニュートロンがグッバイでございます。エンド。もうジョーカーズは数でしょうかよ。まあ、将棋でいうとこう歩が成り上がってる感ありません。成り金わかりますかね。伝わらなかったらすいません。マロウ結果上の方向でマイナス3000破壊。はい。エンド。では行きましょう。ドロー。1万千の千のでエンド。ミヤリゲットあたり出てくるの。5マナでマロウ結果上の方向。マイナス3000破壊。ふむふむ。エンド。あったな。いきましょう。ドロー。チャージ。エンド。いきます。5マナで、イービルヒート。で、パワーアタッカー。で、落ち込やして。でもこれにもつれ込むと大変だわよ。デッドゾーンを手札に。エンド。ドロー。2マナ。パーリナイ、そしてこれをに置きます。エンド引きます。6マナでデッドゾーン、おっとマイナス1111で9000。なるほど。エンド。ではいきます。ドロー2マナパーリナイでこれをマナゾーンにます。エンド。やばいな、ちょっと回す。案外プレイ中って下川チャンネルって見えないですね、全然。5マナ、ドルブロで、スレイヤーおー、どうしよう。エンド。行こう、ドロー。はー、1マナで、ちょこっとハウス。よし、行こう。やったれマンでシールドに攻撃。はい、アクションマスクでシールドの攻撃。はい、パーリ内でシールドの攻撃。はい、パーリ内でシールドに攻撃。はい、エンド。いきます。なんでカオスはそんな手札あるわけ。ブレイクしたからやなチャージして、7ドル墓場で、コマンドなんで剥がして禁断解放。なるほど。はい、ドル墓場でシールドに攻撃するときですよね。レスキュー侵略で3枚いきましょう。はい、レッドゾーンで2枚。頼む。ドルマゲドンで直接攻撃。ありがとうございました。ありがとうございました。編集かお願いします。はい、ということで本日はシモ VS カワデュエマ対決いかがだったでしょうか。ということで今回は2勝1敗ということで私の編集でございます。他にもですね、まあ、対戦動画でおすすめのデッキなどがあればぜひぜひコメント欄によろしくお願いいたします。ということで本日もご視聴本当にありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いいたします。以上、本日の下川チャンネルでした。またね。